今回は所得控除の仕組みと課税所得金額の論点についてお話ししたいと思います。まずはじめに所得控除について理解していただくために一つ例を出したいと思います。例えば A さんの去年の所得は給与所得が800万円だったとします。そして A さんは社会保険料を120万円払って家族を養うために200万円払ったとするといくらに対して税金をかけるのが適切かということを考えてみますと社会保険料は国が強制的に持っていくお金ですし家族を養うためのお金も避けられない支出だと言えます。なので所得税は個人の賞味の儲け 個人が自由に使えるお金に対してかけられる税金だとすれば所得の金額800万円に税金をかけるのではなくてどうしても避けられない支出320万円を引いた万円に税金をかけるべきだと言えますつまり所得税の課税対象となる個人が自由に使えるお金というのはお金を稼ぐ活動から得られる利益ではなくて そこから個別の事情を加味した金額を引いた金額のことです。ここでいうお金を稼ぐ活動から得られる利益というのが課税標準、つまり10種類の所得の合計で、個別の事情というのがこれから学習するテーマの所得控除です。所得控除は生きていくためにどうしても払わなくてはいけないお金というイメージです。要するに、 10種類の所得の金額を求めて、損益通算などをして課税標準を求めたときに、そこにいきなり税率をかけるのではなくて、そこから所得控除を引いた金額に税率をかけるということです。これを所得税の体系図で確認しますと、前回学習した課税標準が、いわばお金を稼ぐ活動から得られる利益で、ここから、 個別の事情を考慮して所得控除を引いた残りが個人が自由に使えるお金にあたる課税所得つまり所得税の課税対象になります所得控除は全部で15種類あって7つの物的控除と8つの人的控除に分けることができます次回以降これらについて詳しく学習していきますからまずは所得控除の意味合いと位置づけを しっかり頭に入れてくださいそれでは今回はここで終わりますありがとうございました